こんにちは。今日は木更津のアウトレットに来ています。いろいろ見ていきたいと思います。スリーが入ってきます。行く？パイナップルもある 50% オフって。何言ってんの？カメもある。かわいくない？え、カメスイカ。スイカの T シャツ。着てみな、こう合わせてみる。あ、いや、靴かわいい。着てみな。セット履ける？うん、これミッキー嫌だね。それいいじゃん。ちょっといい。うん、こっちは老けてない。
上着着てみて。大きくない？もっと大きいの着る？タグで靴があったので買ってきました。サンダルを買いました。次見に行きます。T シャツ？でもそういうのはダメだよ。うん、すごい日差し気になる。かわいい。
履いてみたら？白から白くする方がいい。うん。白い靴に何つくの？ちょっと履いてみたら？安いもの大量に買うより。うん。最初は結構履き慣れるまで結構黄色はあるけど、このタイプの靴を一番最初に作った時はどうしたの？そうなんです。これを出してから結構ディーゼルさんとかシラダさんとかも同じ形作るすごい。一番最初にこういったデザインが出たんですけど、お客様今履かれてるのが2020年の秋冬ぐらいから出た新しいデザイン。これ。いまだにその字が黒くのまま、黒くあるんですけど、嫌い？この緑の字が。いや。
こういうね、はい、アルマーニで靴とサンダルとママの服を買ってきました。じゃあ次はご飯を食べに行きたいと思います。ファンダイクスペースに行きます。メインをラテベースを選んでお好みサイズ。プレートにしたんじゃない？うん。メインがチャーミンとこれライスと、あと一番人気のオレンジチキンとガーリックチキンとステーキです。ブラックチキン、ブラックチキンとステーキです。じゃあ食べてみたいと思います
ちゃいました。スモローでワンピーが良かった。夏のノースリーと半袖があったのでちょっと濃いけど買っちゃいました。でケイトスペードは シルクの入ったワンピーがあったので購入してみました。じゃじゃーん、キャラダで送ってきました。はい、お願いします。はい、サラダで靴買ってきました。スニーカーを買ってきました。すごい大きくなやつ。うん。じゃあ、みっちゃんがね、サンダルも買ったり、抹茶のお家でお腹が空いたので抹茶プロテインを買ってみました。フラペチーノみたいな、美味しい。飲んでからまた買い物していきたいと思います。これさ、こういうすごいない。うん。買ってくるよ。買ってくる。そうだ。本当だ。美味しそう。はい、持ってきました。で、このジャージの上下もうすごい暗くなっちゃった。うん、ここで締めな。
はい、ということで今回はいろいろ買ったんですけど、こんな感じでグッズとかあるとかではないかね、買いました。1日ぐらいいたんですけど、そろそろもう帰りたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。